このゲームはマスモニュメンタルで行われます。収容人数は5万8000、アルゼンチン随一のスタジアムとして知られています。この時間はアルゼンチン対日本、こちらをご覧いただきます。コンディションです。今夜の現地は晴れ、過ごしやすい気候の中行われるゲームです。日本国国歌お聴きいただきます。続いてアルゼンチン国歌です。さて北澤さん、今日の注目選手は誰になりましょうか。メッシですね。誰もが認めるトッププレーヤーですよね。繊細なドリブルや意外性のあるスルーパス、そして正確なシュートもありますよね。分かっていても止められない圧倒的なテクニックを見せてほしいですよね。そうですね。さあ今日はゴールに絡むことができるのか注目です。今ファーストハーフがスタート。アルゼンチン対日本、サイドをご紹介しましょう。皆さんから見て右に攻めるのがアルゼンチン、反対側右のエンドからが日本。スペースを狙った。町田、森田、遠藤、遠藤から右へ、南野へ、遠藤、森田、さあ左へ預けて、三笘から南野、裏へ出るか、渡ればチャンスですが、うまく噛み合いませんでした。エンソ・フェルナンデス、ボールはメッシへ、ゴンサロ・モンティエル、もう一度伊藤へ、三笘、ここはまだ始まってお互い様子見といったシーンが続いています。南野に渡る、オタメンディ、危ないシーンでしたがここはクリアの対応。ディフェンス、今のはよく体当てましたよね。読みの良さと思い切りですよね。素晴らしいですよね。ここはディフェンスの対応、危ないシーンでしたがクリアの対応。
冨安から久保、南野、自分で行く、エンソ・フェルナンデス。今日はまだゴールシーンは見られていません。ご覧のように0対0です。オタメンディ、エンソ・フェルナンデス、三笘、このセカンドボールはもう一度組み立てます。久保、どうだ、さあ南野、シュート、と今度はどうだ、クリア。このピンチをなんとか出します。上田、さあこぼれた。いやー、よくこれ守りましたよね。まあいる位置が良かったんでしょうけども、気迫を感じましたね。このマッチアップどうなる。素早いパスで攻め上がっていきます。南野、南野へ、スペースへ、どうする、冨安から久保、アルゼンチン、ここクリアで難を逃れます。ゴンサロ・モンティエル、前半31分です。エンソ・フェルナンデス、右サイドへ振ってスルーパス、ディマリアからモンティエル、モンティエル上げる、裏のスペースを狙う、裏を狙う、ロメロ、ゴンサロ・モンティエル、エンソ・フェルナンデス、ここでファールがありました。裏へ届くか、遠藤から三笘、上田へ、柔らかクロスを上げる、クリアです。三笘へ、ボールはクリア、ここは一人で打開しようと試みます。これを止めます。デパウル、デパウルへ、タグリアフィコへ、ラウタロ・マルキネス、いいボールだ、マクアリステル、クロスを選択、前川しっかりと抑えました。ここで前半が終了しました。前半0対0。北澤さん、前半振り返っていかがでしょう。日本としてはよく動けた印象がありましたね。特にディフェンスに関して言うと、早め早めに寄せて相手がチャンスになる前に潰してましたから、守りの面では特に問題なかったと思いますけどね。アルゼンチン対日本、スコアレスのまま後半へと続きます。後半キックオフです。日本としては今足りないのはゴール前でいかに冷静さを保てるかということじゃないでしょうかね。なるほど、大きくサイドチェンジ、こういった逆サイドのアプローチは単に枚数が少ないからだけではなくて、中央を散らしてスペースを、シュート、いや、自らドリブルで切り込んでのシュートでした。いい判断ですよね。パスをするのか、スペースが空いた瞬間にさらにこうゴールを目指しましたよね。
エンソフェルナンデス。南野抜きに行くか、スルーパスを出す、どうだこのシュート、決まった、先制日本。上田、このゴールで移籍後10ゴール目となります。今のゴールですが、中盤で奪ってからの展開でしたね。ボールを奪った瞬間、トランジションの部分が良かったですね。ゴールへ向かっていく意思がチームで統一されてますよね。さあ日本先制1対0です。先制点欲しかったですからね、はい、まだ後半時間ありますから、この後のゲームの進め方はチーム内でもう一度確認しておきたいですよね。そうですね。ここはボールを下げる、久保、富安、板倉、町田へ、伊藤、モンティエル、このボールに触ります。でパウルへ、これは合いません。上田、この選手に対して北澤さん、先ほどからプレスが厳しいですね。そうですね、積極的に裏へ飛び出す動きが彼のプレースタイルですから、そうやってチーム全体でマークの意識を持たないと、またさらに点を取られてしまいますからね。エンソフェルナンデス、タグリアフィコへ。日本としては後半いい入り方ができてますからね、いいリズムのうちにどんどん行くべきでしょうね。タグリアフィコ、タグリアフィコから左サイド折り返す、キーパー直接処理しました。アルゼンチンとしては今の形良かったですよね。これを繰り返せば決定機につなげられますよね。はい、相手にプレッシャーをかけていきたいところです。富安、遠藤、北澤さん、ここまでご覧になっていかがですか。時間的に相手も動いてくるタイミングですからね、それにしっかり対応して失点しない心がけをしていくことが重要でしょうね。奪われると危険な位置、ディマリア、スペースに出す、マルティネスからモンティエル、さあラウタロ・マルティネス、遠藤、ここはつながりません。デパウル、うまいですね、柔らかいボール、ここはディフェンスの対応、遠藤、このパスがつながります。森田へ、富安、南野から右サイド、スルーパスを狙う、ボールが流れていきます。モンティエルからサイドへ、ここは対応します。メッシ、デパウル、デパウルへシュート、いや同点、アルゼンチン、ここに来て追いつきました。ラウタロ・マルティネス、キーパーの取れない位置を狙った見事なシュートです。思い切ったシュート、気持ちのいい一発ですね。ちょっとあれはセーブできないですよね。さあ、共に選手交代があるようです。今日のゲーム
見応えがさらに出てきました。ここまで来るともう技術的な差なんてありませんよね、はい、チーム全員がどれだけ勝ちたいと思っているか、その部分が非常に大きいですね。今のはいい攻撃でしたよね。試合も終盤ですからね、これを続けてこのまま決定機につなげたいですよね。浮かせてきます。このパスはキーパーへ。アルゼンチンとしてはいい攻撃でしたけどもね、まあまだ時間ありますからね、この流れを続けたいですよね。久保へ。この辺の駆け引きはやっぱり見ていてワクワクしますよね。日本としてはチャンス作ったんですけどもね、流れは来てますから得点につなげたいですよね。さあ右へ預けて、いけるか。時間ないんで前へ前へ行きたいところなんですけどもね、残り時間少ないですからね、この状況での戦い方どうしますかね。富安、板倉へ、中山、柔らかいパス、これはいませんでした。三笘、アディショナルタイムに入りました。アディショナルタイムは2分という表示。デパウル、この試合ですでにアシストを記録しています。モリーナ、これはアリ、ここで笛です。1対1、このゲームはドロー、両チーム一歩も譲りませんでした。北澤さん、試合の総括をお願いします。この引き分けをどう捉えるかですよね。勝てなくて残念なのか、負けなくてよかったのか、いずれにせよ自分たちにとってプラスになるような受け止め方をしていくことでしょうね。はい、ありがとうございます。さあ、そろそろお別れの時が来ました。解説にお招きしてお送りいたしました。